チャラチャン、チャチャララチャチャラ、チャチャララチャチャラ、チャラチャラ、チャランダランダンダン、チャンチャラチャン、えい、ラジオクーパンにようこそ。恥ずかしいですけど。何やらすんや、お前。ラジオクーパン第2回放送。今回は、なぜソロキャンプをするんですかという質問をいただきまして、まあそれにお答えしようかなと。なぜソロキャンプをするのか、難しいね。キャンプは子供の頃、子供会って言うんですか、あと子供の頃ソフトボールやってて、そのソフトボールのチームでキャンプに行ったり、子供会でキャンプに行ったりしてたんですけど、まあ、当時はね、もう年がバレるんで何年前かは言いませんけど、キャンプファイヤーが楽しかったかな。まあ今これができるキャンプ場って少ないと思うんですけど、まあ地面に直接直火ですよね。直火で焚き火をして、その周りでちょっと怖い話をしたり、盛り上がってきたら男女でフォークダンスを踊ったり、フルそんなキャンプファイヤー、今じゃあちょっと難しいんかね。直火自体ができるキャンプ場が少なくなりましたもんね。まあこんなこと言うと荒れる、コメントが荒れるかもしれないんですけど、炭は確かにほぼ半永久的に土に残るらしいんです。ただ灰に関しては一雨降れば土に帰ります。まあこのまあこの辺話し出すと多分荒れると思うんで、もうやめときますわ。もうでも昔の東海道五十三月とか、そんな時代ね、野宿が当たり前だった時代、直火なんてもう皆さんやってたと思うんです、旅される方は。ゴール！いや、こんなこと言うと環境保護団体の方に怒られるんで、もうやめまーす。確信のソロキャンプ、どうしてソロキャンプかっていう話なんですけど、結局ね、自分の好きな時間に家を出て、自分の好きな時間にキャンプ場に入って、設営をして、そこで例えば朝だろうがお酒を飲むこともできる。周り気にする必要ないんですよね。まあたくさん周りにテントがあったら、まあ一人で大騒ぎする、まあソロキャンプで大騒ぎするようなことはないと思うんですけど、まあ大きな音でラジオつけてみたりね、そういったことはまあご法度だと思うんですけど、まあお酒を飲んで眠たくなったら昼寝をして、で起きてコーヒー飲んで、これももう全部自分の時間です。好きな時間です。焚き火を見ながら、焚き火をやりながら、夕飯の支度をして、日本酒片手に、酒のつまみをつまみながら、眠たくなったら寝る。まあ、わがままと言われればそれまでなんですけど、結局そういう時間、そういう時間が欲しくてソロキャンプをやってます。
まあ別に何人かね、集まってするキャンプも好きですし、ね、気が合う同士でやるキャンプも大好きです。それはもうそれなりにね、それぞれの楽しみ方がありますんで、もう絶対に誰もいない乾燥のソロキャンプじゃないとダメっていうことは個人的にはありません。まあちょっとこの辺で一曲いきましょうか。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、男はソロキャンプをするのでしょうって、お前が歌うんかいう話なんですけど。まあ今回から一応コメントはできるようにしてるんですけど、すいません、バッシングのコメントはすいません、もう見つけたら速攻で削除しますんで、変なコメントだけはしないでくださいね。よろしくお願いします。自然が好きなんでキャンプやってます。自然を大切にする気持ちはすごいあります。ね、僕らキャンプ場汚してしまったらもうキャンプ場閉鎖になってしまうわけですから、キャンプをしたらキャンプをする前よりも綺麗にして帰る、これがまあ最低限のことだと思って自分はキャンプ、ソロキャンプを楽しんでいます。まあこんな感じですかね。まあすいません、拙い話で、1回目はコメントできなかったんですけど、2回目以降はコメントできるようにしましたんで、皆さんバッシングとか叩くコメント以外でしたら大歓迎なんで。まあ見てないよねそんな人。今後とも、ミニクーパンチャンネルとラディオミニクーパンをよろしくよろしくお願いいたしまして、第2回放送を終了したいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まったねー。バイバーイ。